床にひじきをぶちまけて怒られたののは札幌市中央区の無職、ひ太田ひじきくん1歳です。ひじきはきのう午後5時ごろ自宅で食事をする際ひじきを床にぶちまけた上、拾って食べ母親を困らせました母親によりますとひじきくんは当初テーブルに座っておとなしく食べていましたが大好物のひじきを目にすると床にぶちまけ およそ10分間にわたって手づかみで食べ続けたということです一連の行動を目撃していた両親によって取り押さえられたひじきくん母親によりますとひじきが好きすぎて毎日に手も煮ても追いつかない状態だということですうちのひじきの煮物は砂糖とみりんと醤油のシンプルな味付けで少し薄味なので子どもも食べやすいと思います 両親の調べに対しひじき君はとにかく食べたかったと話しているような気がするということで両親は今後、床にぶちまけないように指導するとともに念のため床をきれいな状態にしておくということです。